教えてあなたのホームサウナ。さあ今日は神奈川県の川崎市にやってまいりました。今日はある方のホームサウナを教えていただきに来たんですが、あ、おい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 、あれもしかして、はい、アルコ&ピースの酒井さんですね。はい、お久しぶりです。やったー、まさか川崎来てくれるとは。そうなんですよ、レペゼンしてますから僕。楽しみ。俺もう結構出てますよねこれ。そうなんですよ本当にね。アンドサウナめちゃくちゃ出てくれてますよね。準レギュラーって言っても過言じゃないですよね。いいんですか。いやいや準レギュラーにしてくださいよ。絶好調じゃないですか。だってアンドサウナ。いやありがとうございます、ね、今日はホームサウナを教えてくださいということで。そうなんですけれども、今もうサウナーたちがワイ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 騒いでおります。こちら、はい、ユイルさん。ユイル、いや噂には聞いてました。噂に聞いてます。北海道に入ってる。入ってました。僕だって実家、はい、チャリで5分ぐらいで来れるんですよ。そんな近いところなんですか。うん、本当にマジのホームタウンじゃないですか。この辺なんかだってこれ上がって東天閣行って焼肉食ってとか全部案内できるもん。ここすごい、マジで。へえ、うん、サメ島まで案内できるぐらい。すごい。本当はじゃあこの辺のことはもう全部酒井さんにお聞きしましょう。任せてください。本当に。じゃあ今日はそんな酒井さんと一緒にゆいる入らせていただきます。はい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。ずっと気になってたんですよ。マジか、はい、やっぱ噂になってんだ。めちゃめちゃなってますね。本当っすか。お願いします。いや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 、どうぞ。はい、ありがとうございます。失礼します。もうすでに入ってすぐなんですね。へえ、サウナございます。なんかおしゃれな感じなんですね。そうですね、やっぱり新しくなって。水風呂は、ちょっとこれ、立てる水風呂。そうなんですか。そうなんですよ。すごい、お風呂もたくさんあるんですね。これ炭酸泉もありますし、はい、天然温泉もあります。ぬるめ、熱め。天然温泉なんだ、嬉しい。一発温泉ぶちかましますよ。じゃあぶちかまし、ぶちかましましょう。一旦ね、かましましょう。かましましょう、はい、うん。水もあります。選べるんですか。選べます。いいのよ、かけ湯もいいね。あら、あら、素敵じゃないですか。あ、じゃあこっち行こうかな。本物の人工炭酸泉。優しめ、優しめのことで、これね、サウナ水風呂外気浴、これが俺のルーティン。めっちゃいいじゃんこれ。しかも結構シュワシュワしてる。そうなんですよ、これね、すごい量の炭酸が、ヨーロッパやドイツではね、古くから炭酸泉を心臓のヘッドに入れるんですよ。書いてます。書いてます。よかった。行きましょうか。はい、どうぞ。ありがとうございます。リファー、おー、あ、こんないい香りがしてる、うん。結構温度もいい感じじゃないですか。何度くらいなんですかね。102です。102、熱い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 、うん、ちょっと応答ロールができるっていうことなんで、うん、ストーブ見てもいいですか。はい、さっきだってなんかめっちゃかっこよかった。あ、すごい、なんだ、石がいろんな種類があるんですね、うん。
一個一個の石もすごい大きいし、こんな入ってたかな、俺前来た時あ、サウナストーンには富士の溶岩石を用いています。溶岩石なんだ。そうなんだ。へー、すごいな。あ、来た来たよ。うわ、すごっ、量がすごいな。わわ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 わ
そこ。熱い。熱い熱い。熱い熱い。これは熱い。熱い熱い。いや。熱い熱い。やばいね。気合入ってるな今日。ゆうる。え、オートローリュってあんなに水出ます？ドバドバドバ。普通ジョボジョボジョボで。あ、すごかった。ちょっとこのままじゃあ行きますか。はいはい行きましょう。じゃあどうぞ。はい、先にもこれはもういただいちゃいます。いただいてください。琥珀潜り水風呂。冷たい。仕事ぐらいですかね。いや。小さい水風呂だからこう足が出てて下の裏だけあったら熱くれないみたいなんじゃないですか。ありますね。これがないんですよね。いやでもなんか自然と嫌じゃないっていうか、気持ちいい冷たさです。爽快感がなんか違います。サウナ室が100度超えからのこの冷え冷え水風呂、セッティングがたまんないですね。よかったです、喜んでいただいて。またちょっと外気浴なんかも行ってみますか。はいはいはい。えこっちなんですよ。え、はい、外気浴場がそう、そんな感じになってますわ。はい、あ、すごい、すごいでしょ。素敵空間。うん、風もちゃんとあるし、もうすぐに高速道路渡ったらもう工場地帯ですからね。へー、夜景も本当はめっちゃ綺麗なんですよ、川崎工場夜景。クルージングみたいな、なんか船出てるんですよ。へー、そうなんだ。夜景楽しめるみたいな。へー、いろんな楽しみ方ができて。いや、本当そうですよ。ちょっとじゃあ2セット目いきますか。はい、行きましょう。お、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。金城くんです。あ、はい、金城です。よろしくお願いします。金城さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。金城です。はい。失礼します。すみません、1セット目からですね。ね、金城くん、これさ、はい、一時さ、こんなスコーンなかったよね、前まで。あ、80キロ増量したんです。増量したんだ、ほら、はい、そうだよ。すごい。結構てんこ盛りで。金城くんは俺、同じ小学校で同じ中学校だから。そうですよね。田島小学校、渡田中学校だもんね。はい。バリバリの先輩じゃないですか。そうなんですよ。もうしっかりもう、結構地元も近いみたいで。金城くん、今日北海道からお客さん来てるから頼むね。あ、本当ですか。よろしくお願いします。うわっ、出た、かっこいい。うわー、違う、すごい。うわー、シー
親しい空気が染み渡るこの土、この風、この緑日本の明日を担いたつ田島の我らっていうのが田島小学校の校歌。そう、結構暑くなってきたと思うので一回クールダウン挟ませて。うわぁ、はい、これ氷水ですね。頭と胸におかけするので、はい、うわうわぁ頭出して、気持ちいい、気持ちいい、お願いします。うわぁめっちゃ気持ちいい。3セット目ですね。衝撃的。え、このシステムいつから？これはスタッフによってやったりやらなかったりあるんで。そうなんだ。その日のお楽しみみたいな感じで。おお。いやいや。うわ。よっしゃ。いただきます。よっしゃ。素晴らしい。ありがとうございます。なんか全身の細胞が喜んでます。うん。これ途中のあの氷水あってよかったよね。あ、そうですね。だいぶ使われてるわあれで。気持ちいい。なんか強いけど繊細っていう感じ。優しさもあるね。本当に。今日は皆さん来ていただいたんで、はい、ちょっと特別にもう一個アフグースやっていただこうと思います。そうなんですか。はい、失礼いたします。お、はい、では、始めさせていただきます。普段はですね、サラリーマンやっております、ムシリーマンこと笹森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、この格好をしているということは、はい、ヤンキーアウフグースなるものをちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。川崎っぽいっすね。川崎といえばという感じでやっていきます。では始めてまいります。ここいないっすよ。ユイルでバン張らせてもらってますんで、俺とこのサウナ室で対マンだ。どっちが長く入れるか。よいしょ。うわ、相当じゃん。熱い。うわ、来た来た来た。うわすごい。いや、なかなか、なかなかやるな。そしたら、もっとすごい武器持ってくるんで。少々お待ちください。うわ、あった、あった、持ってきた。バック風俗じゃ。バック風俗だ。もっと激アツにしてやるぜ。これやばい。よいしょ。さらに大量の氷。よいしょ。氷を入れて。氷を入れてさらにぶっかける。時差をかけてゆっくりと。うわ。これやばいよ。これマジやばい。これで最終決戦じゃ。うわー、いや、熱い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 、どうなってんの。やばいっつ、マジっつ、川崎喧嘩強いっす。喧嘩強いの川崎っつって。あ、すごい。これはちょっと頭からいきたい。あら、この水を待ってきた。このターンの水もやばい。これやばい。
ばあちゃん子のヤンキーなんだ。家族思い。家族思い。すんげえいいやつだからあいつ絶対。仕上がったね。完全に。どうですか。食らってるでしょ。食らいましたね。川崎の力強さを感じました。よかった。そうなんです。あら。気持ちいい。優しい風。これはこの仰いでくれてるのは普段もやってくれるんですか？そうなんだ。あんまないですか？こういう動画。初めて会いました。休憩スペースで仰いでもらえるって あるの？え、川崎普通だから。あれ。これが川崎のスタンダード。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。ハンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのアンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材でサウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄を見てね。